お子様からは手に目を離さないようにしてください。あ、そう、バッチリかっこよくマスクつけたいです。よろしく。どうぞ足元気をつけてくださいね。今回の旅の日程3週間予定してますけど、まあ、天候によってはね3年ぐらい伸びちゃうことありますから、ご家族無事に連絡取りたいなって方は今のうちにお願いします。お席大丈夫そうですね。見えづらかったら抱っこでも大丈夫なので、しっかり前向いてお尻つけて座っててください。はい、以上、それではまもなくの出発です。出発。改めまして皆さん、こんにちは。こんにちは、私はルチル号の船長石川です。冒険に出発する準備はできてますか？ジャングルには危険がいっぱい、何が起こるか分かりません。そのジャングル探検の強い味方がこれ、何かあった時にはこのお守りがきっと私たちを助けてくれることでしょう。それでは出発。もうあっという間に1週間が経ちました。ここは雨の森です。この辺は美肌効果があるので、美肌にパタパタしてあげてください。ジャングルの栄養分が多くに含まれています。カバのくしゃみ、ゴリラの汗、ゾウの鼻水皆さんいいデカリ具合ですよ。おっ、あの鳥、実はワンたちに空の飛び方を教えてるんですよ。ぜひぜひ空飛んでみたいって方、そんな方はここで降りていただいて一緒に授業を受けていただくと、シュルツはございましたね。ぜひどうぞ。前にいるのはアフリカゾウ。ゾウといえば長い鼻と大きな耳。彼らは視力があまり良くない代わりに耳がとってもいいんだそうです。おお、このゴリラが持ってるのはピストル。お役に命中したらかわいいね。こんな顔も一緒に。おお、ちょっと、わあ、こちらのゴリラとワニ、昔はジャンケンに夢中でしたが、最近新しい遊びを思いついたそうです。その名も、いないかーい、バナナそんなバナナ、雄大なアフリカの大草原。でもキリンにシマウマ、みんな心配そうじゃないですか。それもそのはず、本日のライオンこの特別招待客はシマウマさん明らかに別荘ではありません。あ、シマシマの服着てる方、今すぐ隠れてくださいね。おやつー、あら、あなた方たちあれ、実は昨日の私のお客さん、私が大盛りバスケットしたばかりに飛んだ会なんです。ごめんなさいね。皆さんも楽ですよ。今日はちゃんとお守り持ってきましたからね。皆さんのうちの半分は無事に帰ります。前にいるのはワニの兄弟、スマイリーブラザーズ。笑ってるようで実はものすごく凶暴なんですよ。顔は笑顔でも腹の中は読めません。そして知り合いとかですね。私はジャングルについて知らないことありません。どこにどんな木が生えていて、中にどんな動物関係、数字先にグッ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 、優秀な店長に拍手。なんだか危険なエリアに入ってきてしまったようです。あ、ここはカバの池です。いや、カバという動物は人懐かそうに見えて実はとても凶暴なんですよ。そんなも信じられないね。よく聞いてみてください。なんだか危険な音楽さえ聞こえてくる気がしませんか。大根の音
聞こえますか？あれは先住民たちです。先住学校で習ったんですが、彼らと仲良くするためには踊りを真似するのが一番。さあ、あの踊り、皆さんもリズムに合わせて体を上手にジョンジョン。私の思いやりは心で受け止めてください。さあ、皆さん笑ってる場合ですよ。じゃあね、これから滝の裏側へと入っていきます。それでは恒例、滝の裏側なぞなぞ。滝の裏側の方角はなーだ。正解は北でした。なんだか不気味なところに来てしまいました。ここは一体どこなんでしょう。この神殿、もしかしたらジャングルの守り神を祀る伝説の神殿かもしれません。あー、でもとっても怪しい雰囲気、なんだかちょっと怖いですね。あ、そうだ、私たちにはこのお守りがあったんだ。何かあった時にはこのお守りが力を貸してくれるはず。勇気を出して進みましょう。これはゾウの鳴き声。もしかしてジャングルの守り神？ちょっと私答えてみますね。パオー！あそこを見てください。ジャングルで過ごした3週間いかがでしたか？あっという間だった？楽しかった証拠ですよ。またジャングルクルーズの旅に参加したいという方、ありがとうございます。またいつでも遊びに来てくださいね。それと最後に、これからもジャングルの仲間として自然と仲良くしていってくださいね。船長石川からのお願いでした。ありがとうございます。ありがとうございます。それではこれからボートは狭い通路に入っていきます。安全のため手やお荷物ボートの外に出さないようお願いします。またボートが船着き場についても下船の準備が整うまでは座ったままでお待ちください。
から左側と後ろ側の方から順番にお立ち上がりください。はい、どうぞ足元に注意してお降りください。どうもありがとうございました。